エネミーコントローラー？何それ？何それ？なんか何それ？初めて聞いた。何それ？かっこいい言葉だよね。うん、遊戯王だよね。遊戯王の知識はドローしかないんだから。闇のゲームの始まりだぜ、ドロー。これしか知識ないから。カードの名前？あ、そうだね、ターンエンドもわかるわ。ターンエンドもわかる。ブラックマジシャンガールもわかる。あとなんかブラックマジシャンガールの年代ごとになんか価値が違うのも知ってる。なんかブラックマジシャンガールもレベルがあるって。割と十分って、本当に？マジ？にわかじゃなくていい？じゃあ遊戯王にわかって言わなくていい、これから。あらい！遊戯王レアカード、遊戯王だと10億円のカードが、10億円、やべえ。それどこに行ったら買えんの？今のうちに、今のうちに古本屋さんとか全国全世界の古本屋さんを巡り歩いてさ、なんかあんま価値がわからなさそうなとこがやってるところで探してさ、持って帰ってこいよ、都会に。ブックオフ、全世界のブックオフ探せば、もしかしたらあんまり価値わかんないから、まあこれ30円くらいだよみたいなお店があるかもしれん。うわー、勝ったな。これで勝ちましたわ。狙っていくか、みんなで10億円カード。さすがにないかもって。いや、でもさ、なんかニュースで見たよ、ニュースで。なんか、なんだっけ、夕方かなんかのニュースでね、なんかポケモンカード、今ほら、すごくレ、価値の上がってるポケモンカードがいっぱいあるみたいだけど、あんま正直詳しくないからわかんないんだけど、その、価値の上がってるポケモンカードたちの価値を分かってない古本屋さんみたいな、なんか、結構、もう、田舎だったか、都会だったか、逆に都会だったかな。あんま価値の分かってないところのお店に、なんか、もともとはあんまり価値がなかったけど、最近になって値が上がったものがあるから、なんかそれを探しに全国から、なんか旅をしながらカードを集めてる、あの、ポケモンマスター目指してる人たちが、なんかその古本屋巡りみたいなしてるみたいなニュースを見た。すごくない？みんなポケモンマスター目指してさ、頑張ってるらしい。